別の部屋行ってみる？あ、男子の部屋とか？また鍵って誰が受け取ったんだっけ？シューだ、シュー。なあ溝口、シューどこにいるか知らねえ。鍵あいつが持ってて。さっき普通に部屋入っていったぞ。せめて俺らを入れてから寝ろよ、このバカ。宮村フロー。部屋だ。あの、後で入るから。助けて、石川くん。シュー、宮村生理だから。まさか風呂を拒否のための理由がそれとか。ウケるわ。じゃあうちらの部屋のシャワー使う？ユキ、友達んところ行ったからまだ戻ってこないし。まずくない？女子の部屋の。助かった。堀さん、困ってる男子がいたらみんなこうやって自分の部屋に入れちゃう？ダメだよ。入れないわよ。俺は入れたのに。宮村はなんかあれだから、なんか何も大丈夫じゃん。何が？宮村はだって何も しないでしょ。なんで？何かしていいって言ったらするわけ。